はい、今回ご紹介しますスマートフォン、Android 用のアプリはこちらです。バッテリー関係のアプリなんですけれど、節電、長持ちバッテリー、ダーパンコレクションです。はい、このように、パンダ風のキャラクター、ダーパンが、スマートフォンの、バッテリーを診断するよということで、ここをタップします。と、サクサク度、101% あるから、まあ大丈夫なんですけれど、サクサクにするというタップすると、ダーパンがくる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 回って、はい、101% から 113% までに、サクサクにしましたんで、バッテリーは、少しは長持ちするよということなんですね。これ他にも、機能があるんですが、ご紹介したいと思います。はい、メニューですけれど、この下の方に、あと何分、通知設定、長持ち診断、節電設定、削除で節電という項目があります。左から順番に押していきます。あと何分。ここは、いつまでっていうのと、あと何分ってあるんですね。いつまで使ってましたかっていうのと、あと何分使えますかということで、今充電中なんですけれど、ここに時間が表示されます。と、通知設定。これは、アラーム関係ですね。アラーム音のオンオフ、あと充電アラームの設定を行います。で、真ん中の、長持ち診断。さっきやったように、ダーパンが診断してくれます。そして節電設定。ここは、スマートフォンの、様々な機能のオンとオフを設定することができます。削除で節電。これは、使ってないアプリを削除して、バッテリーを長持ちさせようという設定になります。だからあまり使わないアプリはね、タップしてチェックを入れて削除ボタンを押せば良いかと思います。そういった、機能も使えます。もう一回長持ち診断。で、このダーパンが診断してくれます。まあ 103% ですよ。まあこれで良ければほっとく。そうでなければ、サクサクにするというところをタップすると、ダーパンがぐり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 回ります。はい。で、あまり変わってませんね。サクサク度 109% ということになりました。はい。今回は、ダーパンコレクションのアプリ、長持ち、節電、長持ちバッテリーというアプリを、ご紹介しました。それじゃ、失礼します。